Have thine own way, Lord. Have thine own way. You are the potter. I am the clay. Make me and mold me after thy will. I am waiting, wounded and still. Nashitamae nagamune suetsukuri wagashu yo. Ware wa tada nagate no ue ni aru tsuchikure. Amen. Good morning. おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。デイリー、今日あなたに送るメッセージ、ピリピ人への手紙一章の6節です。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまで私たちにそれを完成させてくださることを固く信じているのです。まあ、良き働きを神様は私たちにしてくださった、またしてくださっている。私たちは栄光から栄光へと主の似姿に変えられていくプロセスの中で生かされています。まあ、僕はよく人に言うんですけど、俺はアンダーダコンストラクション、俺らみんなアンダーダコンストラクション、人生の旅路をアンダーダコンストラクション、工事中っていう意味ですよね。暮れになるとガス工事もあれば、それがなんと終わったかと思うと水道工事があると、同じ道路をなぜ一石二鳥でやんないんだろうと思ったりすることもありますが、私たちは生まれてから死ぬまで工事中なんですよね。ジーザスが私たちを回復へと導いてくださる、完成へと導いてくださるわけですね。イエスの日が来るまで、まあある意味でイエスが再臨されるまでとも取れますし、またこの世の終わりが来るまでとも取れますし、ある意味で僕たちの人生が終わる時まで、そして終わってからもね、私たちは完成されたものとして、神の前に立たされていくわけですよね。そういう意味では神は良き働きを私たちにスタートしてくださった。神はあなたに悪い働きじゃなくて良き働きですよね。神は良きお方、良きお方は私たちに良き働きをしてくださるわけですね。邪悪な世界に入ってしまいやすい、誘惑に負けてしまいやすい私たちを守り支え導いてください。御言葉を持って、御言葉は足の灯し道の光と聖書は語ってますが、また聖霊の働きを通して私たちをこの方が守り支えてくださる。主の臨在があの雲の柱、火の柱を通してイスラエルの民にあったように、私たちにも今日この日は主が設けられた日、故に私たちはこの日を喜び楽しめるために、ジーザス・インマニュエルなる方があなたともにいる。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架の上で死なれ、葬られ、3日目によみがえってくださって、あなたを新しく作り変えてくださる。古いものは過ぎ去り、身を全てが新しくなった。その新しい神に作られた傑作として、神は私たちを回復への道へと導いてくださる。ぜひこの方により頼みましょう。この方こそブドウの木であり、私たちは枝、故に枝は幹にとどまっていることが一番最善、そして幹につながって幹なる言葉にとどまり、この愛にとどまることが多くの豊かな実を結んでいく存在になっていくことの大切な要素です。神が良き働きをあなたにスタートしてくださいました。この方が完成へと必ず導いてくださいます。その方に信頼し、今日も歩んでいきましょう。 Have a good day.